こんにちは、ネイリスト中山千恵子です。今回はサロンワーク前編です。ジェルネイルのオフとプレパレーションまでをしていきます。はい。まずはジェルネイルのオフからしていきます。先端を短くしてから表面を削っていきます。ジェルオフやキューティクルケアの時のネイルマシーンの使い方はネイルマシーンの使い方動画があるので、ぜひそちらをご覧ください。概要欄にリンクを貼りますね。表面を削る時はいつも基本的に最後の仕上げに使っているノーワイプトップジェルは全て削って落としていくのと、トップジェルも削って落としていきます。カラージェルのところは結構削るんですけれども、削りすぎてしまうと摩擦熱をお客様が感じてしまうこともあるので、ベースジェルがところどころ見えるぐらいまでは削っていくんですけれども、一気に全部削っていくわけではなく、ある程度削ったら次の指に、ある程度削ったら次の指にというように、どん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 隣の指に移動をしていって、摩擦熱をなるべくお客様に感じさせないように施術をしていきます。削り終わったらダストをしっかり払ってから、ジェルリムーバーを使って溶かしていきます。ダストが指周りに残っていると、ジェルリムーバーで 指周りに残ったダストも一緒に溶けてしまって、指の表面に薄い膜のようになって残ってしまって、それとっても取れづらいので、しっかりとリムーバーを使う前にはダストオフをしていきます。もう片手も同じ作業をしてアルミで巻いたら戻ってきます。今回はかなりいい感じに溶けていますね。この時力技で取ってしまうと爪の表面を傷つけてしまうので、優しい力でこすり落としていってください。いつも爪の長さをギリギリに短くするお客様なので、今回もギリギリに短くしていきます。そうなんですよ、このお客様地爪ネイルベッドとっても長いですよね。すっごい長くて綺麗だし、塗りやすいし、お客様もねとってもいい人なんですね。なんかでも本人はやっぱり爪が長いのがずっとコンプレックスみたいで、短い爪に憧れているとのことなんですけど、この長さ、あと指の形、とっても綺麗ですよね。ジェルのオフが終わったら甘皮のケアをしていきます。ジェルネイルの時は基本的にドライケアをしていきます。ネイルマシーンにグリーンポイントというビットをつけて、キューティクルを押し上げていきます。サイドから入ってコーナー甘皮周り、反対側のコーナーサイドというようにつなげて上げていきます。一気に上げてしまうとお客様が痛く感じてしまうこともあるので、何度か同じ道を通って徐々に押し上げていきます。このサイドから反対側のサイドまでつながるようにビットを使って上げていくのも、この甘皮を押し上げた下にできる空洞をポケットと呼んでいるんですけれども、このポケットの深さを一定にするためにつながるようにビットを使っていきます。ポケットの深さが一定にできていると、塗る時も
とっても綺麗に甘皮周り塗りやすくなります。キューティクルニッパーを使って甘皮周りを整えていきます。甘皮を整えるのと、あとは角質が指周りに溜まっているときは角質も一緒に取っていきます。ニッパーで角質ちょっと取るの怖いなっていう方はファイルをこすって取っていただくこともできます。特にね、この季節の変わり目とかはお客様とっても手が乾燥しやすいので、普段そんなに角質たまらない方でも指周り硬くなっていることが結構ね多いです。そういうお客様にはハンドクリームを指先まで塗ってもらうように案内しています。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録がまだの方がもしいましたら、ぜひチャンネル登録もしてくださいね。そして次回の動画ではサロンワーク動画後編となります。次回の動画ではこちら、ド定番ですが可愛いホワイトのマーブルネイルを作ります。ぜひ楽しみにしてくださいね。また見てね。